日産は長年にわたり速く走るためのより駆動技術を追求してきました。2018年からはフォーミュラー E 世界選手権に参戦、そしてこの度電動日産ローカーシリーズの中でも多くのお客様から高い評価をいただいている収束の電動シーレーサーオーラリスモがさらに進化を励ましたらかったときは空気抵抗を低減させるとともに一つ一つの面を独立させることでリフレクションにより瞬くようなきらめきを放っています。これもオーラリスモならではの美しさと上質さへのこだわりです。サイドビューをご覧ください。移住者のオーラより移住ミニダウンし空気抵抗低減のダウンフォース向上を図ったエアロダイナミクスシルエット 4WD 専用設計のアルミニウムは 2WD と比較して 12% の軽量化と光合成の両立、さらに新たなデザインにより精神的なオーラリスモ独自の存在感を持ち出しています。3枚のセパレーションエッジで構成されたレイヤードディフューザーはアンダーフロアからの風が巻き上がるのを防ぎダウンフォースを強化、さらにリアの両サイドにある大型化したリアサイドエアスプリッターがボディサイドからの空気の流れをきれいに吹く、日産は流れに渡り早く走るための両輪駆動技術を追求してきました。3つのモードでさまざまなタイプのお客様の幅広いドライブシーンに対応しています。車を起動する瞬間から走りへの高揚感を求めるリスモレッドのスタータースイッチとモードセレクター、精神的なデザインのメーターグラフィック、赤いシートベルトなどスポーツドライビングの耳の押しや高揚感を追求するデザインが細部にわたり施されています。さて皆様、いかがでも誰でもより早く